では皆さん、こんばんは。ちょっといきさつを話すと、のりさんとちょっと話をしているうちに、私が教えていること以上にすごい的確に理解している上に、私が俺そんなこと教えてたっけっていうところをやってる上に、言語化したのがメモりたくてしょうがなすぎるんだけど、全ての言語がメモりたすぎてメモるのを放棄しちゃったぐらい、そうかーっていう風な。あとあの実際コーチング力もすごいあるんだけど、今日私コーチングしてもらうというよりは私の分析解析をしてもらう感じです。で、私も何やってるのかは分かりません。で、皆さんご存知のように私割とコーチングうまい方だと思うんですけど、何をしてるのかは私も分からないです。私がやってる。で、確かに宮越大臣がすごい私の分析して教えるうまいのはもちろん一つ事実なんだけど、またちょっと違った角度で、ロリさんが分析するので、聞きながらなるほどと思ったんで、ちょっとそれを。はい、よろしくお願いします。もともとはですね、さっき平本さんからお話がありました通り、平本さんの、家でですね、現場変革のことについてインタビューをさせていただいていて、お話をしてた時に、当初1時間か1時間半ぐらいの予定だったのか、すごい話が盛り上がりまして、3時間ぐらい僕、平本さんがお邪魔しててワイワイやり、純子さん終電逃すってですね、すごい多大なご迷惑を知ったんですけど、その時に、僕自身がその平本さんが何をやってここまで来たのかっていうことを思ってしまったんです。僕ら普段、平本明夫さんの今の状態しか見てない、完成形しか見てないので、自分たちが、プロコーチ養成スクールに出られた方もいらっしゃるでしょうし、現場変革みたいに受けられた方もいらっしゃると思うんですけど、ここから、一生涯かけてもっと自分の力に加えていこうと思った時に、絶対平本さんもダメな時ありましたよねと。そこから今に至るまでに何やってきたんですかっていうことをいろいろ分解したいですっていう話をして、いいね、それ飲みながらやろうよって言って、なぜかこうなりました。飲まないでやる、飲まないでやるっていうですね、飲まないでやるときに人前でやるっていうですね、当初想定しなかった展開を迎えておりまして、今もう変な汗が止まらないという感じでございます。で、簡単に自己紹介をさせていただきますと、もともと新卒で、リクルートという会社に入社をしました。で、結局8年半リクルートにいたんですが、一番最初は人事配布になりまして、当時、リクルートが年間で約1000名の採用をやっていた時代でして、僕も大体2年間人事やってたんですが、1000人面接をさせていただきました。で、実はプロポーズ、プロシーや現場変革受けてみて気づいたんですけど、リクルートでやっている面接で、実は現場変革でやっているコーチングとすごく理論が似てるんです。もともと心理学をベースに作られている会社ではあるので、すごく面白くてですね、あとは組織変革みたいなことを都知事にしてやってました。で、その後現場に出まして、結婚情報誌のゼクシーという媒体で5年やってまして、最後は、拠点長としてメンバーのマネージメントとかをしていました。で、その最後は経営企画部というところに行きまして、経営者たちと一緒に、日々リクルートを抱えているいろんな課題をするみたいなことをやっていました。その後転職をして、ちょうど現場変革に入った時というのは、転職をして、今は面白法人カヤックもうかそうなんです。名前出して大丈夫、大丈夫です。それは楽しみ。はい、あそういうことですね。新企業開発の担当をやっております。で、当時現場変革に来た時に僕が直面した課題というのが、その新規事業開発部隊をの業績を、どう上げるかというのミッションだったんですけど、その3つすごくえげつないというか大変だったことがありまして、1つはそもそも業界が全く違うんですね。だから実績がないんですよ。それまでは僕は、人材業界とブライダル業界は見ていたので、その業界については下手なメンバーよりよっぽど語れますし、自分の中に答えはあると思ってました。なんですけど、新しい業界は全然書けない業界の事業をやっていたので、答えがないと。でしかも前職だったら営業として結果を出していたのもあったので、名前も知れているので、お願いすれば助けてくれる人がいっぱいいるわけです。でも新しい環境に行くと誰も僕のことなんて知らないわけですね。お手並み拝見みたいな、そんな環境でした。これが一つです。で、二つ目が組織の規模ですね。もともとキャリアのスタートが人事だったっていうこともありまして、コーチングとかすごく好きで、自分でも勉強はずっとしていました。で、リクルートの時はメンバーを持ってた数で10人ぐらいだったんですね。一人一人と毎晩飲みに行って、お前今どんなこと思ってんだとか、過去どんな成
メンバー泣き出して、なんか私頑張りますみたいなのができてたんですけど、新しい環境は50人ですね。でこれ一人一人で飲んでると終わるんですよ。僕のお金と時間が終わっていくんですね。だからこの50人という規模の中で、どうしても僕の中で言うとコーティングって1対1でじっくり話をしないといけないというイメージがあって、そんな時間取れるかいと。でしかも一人一人と関係性ができてるのもまだしも、できてない中で急にちょっと今日どうみたいな、女性だったら絶対ありますよねみたいな中でどうしようって、これが2つ目ですね。組織の規模の話です。で3つ目は質的な、質というか環境、組織の環境の話でして、人構成の話でして、それまでは営業の時には営業のメンバー、経営企画の時には経営企画のメンバー、人事の時は人事のメンバー、同室のメンバー、同室のメンバーが集まっている中だったんですね。だから仕事の内容もとてもよく分かりましたし、何を大事に意思決定しているかってこともとてもよく分かりました。意思決定の基準が明確なんですね。明確なんです、同室なんですね。確かに会社の中でも自分たちの、自分の個別最適の答えが組織の個別最適の答えなんですね。例えば営業のメンバーに対してちょっと企画と戦ってくるみたいな、これは絶対通してくるぞって言って、うわーって言って、企画の人にちょっといいですかって言ったら話をして丸く収めて、取ったぞーみたいなできたんですけど、新しい規模は営業がいて、エンジニアがいて、デザイナーがいてっていう3職種のメンバーで構成をされていて、かつものすごい関係性が悪かったんです。もう営業は、まあ、新規事業で会社から投資をいただいている事業なので、まあ、絶対通常作らなきゃいけないと。無理くりでもやっぱり取ってくるわけです。お客さんの、もう可能な限りお客さんの要望を聞いて、あ、もうそれいいですね、作りましょうって言って取ってきますと。取ってきたぞって帰ってくると、エンジンは怒るんですよね。でお前らそんなのバシバシ言ってたら開発間に合うわけねえだろ、誰がやるんだこれはみたいな話になって、エンジニアは、まあ、営業でしたあいつらは分かってないになりますし、営業はあいつらは事業を存続させるってことがどういうことなのか分かってないというモードになります。で間に立っているデザイナー、源さんもそれこそデザインやってたんでよく分かったんですけど、うわ、これまた納期伸びるわみたいな、どうするの、早く決めてくれよ、何やらないか決めてくれよみたいな、誰が決めんだそれみたいな感じになっていて、もうなんかもうお互いこう腹を探り合うみたいな、左手で握手しながら右手で殴り合うみたいな、まあ、そんな反響でした。だからこういう中でどうするんだっけっていうのをすごくこう悩んでいった時に、現場変革にお邪魔をさせていただいて、現場変革のカリキュラム1から10まで全部試すっていうのをひたすらやっていて、結局最終的には業績が2倍になって、1年でそうなんです、1年で2倍になって、で組織のコンディションすごく良くなって、社内の話ではあるんですが、僕ら300人ぐらいの会社なんですけど、社内の中で初めて最優秀組織賞みたいなのを、バチバチだったのが、そうなんです。でその日の夜に、まあ、ちょっとホテルで泊まりでの合宿でそれ発表されて、夜呼ばれて行ってみたら、まあ、デザイナー、エンジニア、営業がみんなでバイバイ部屋で言いながら、いや、あの仕事すごく良かったとか、いや、これできたら面白いよねみたいなのをワイワイこうやってるので、ちょっとグッとくるみたいな、そんな、まあ、お話をしてたところ盛り上がり、今です。あエンジニアの話もしてよ、360度、そうですね、僕らの会社の評価というのが、みんなが、好きなように、まあ、評価をつけたい人はコメントをつけてくるんですね。でそれが全員フローになってます。なので僕が、例えば皆さんが僕と同じ会社で働いているとしたら、皆さんが僕にどんな評価をつけているかっていうのは全員になりますし、僕がそのつけていただいた評価に対して何てつけているか、何て返しているかっていうことも全員になります。これ社長でも一緒です。全員一緒だっていう、まあ、そういうちょっと面白い回答ですね、なんですけど、そこでこう書いていただいてすごく感動したのが、エンジニアの責任者の方が書いていただいていたコメントがあって、たった一人の人間が入ってくるだけで、まあ、50人規模の組織がこんなにも変わるのかっていうのをすごく感動しました。でなんかまるでイリュージョンを見ているようでしたみたいなことを書いてくれて、それがすごくこう嬉しかったですね。何よりもエンジニアの責任者の人がそれを書いてくれたっていうのはとてもありがたかったですよね。でも実際やってることは現場変革っていうのを教えていただいたことで全部説明ができるくらい、実はすごくシンプルなことをひたすらやり続けることをやってましたっていう話をしたところ、めちゃくちゃ盛り上がって今です。しかもDay1 からDay10までやったのを、Day1 でやった何を組織でこう、Day2 でやったのを組織でこう、Day3 でやった全部説明、はい、これそれやりだすとちょっと長いので、そうなんですよ、ね、今日はなしという、なし別途他の日で、そうなんですよね。だから6月2日に現場変更の説明会でまたお話させていただくので、その時には1から12まで現場変革の人もプロコーチの人も今日やったら、そうですね、頭
現場あるあるってたくさんあると思うんですよね。実際これは理論は分かってるし、1対1でクライアントさんとこんにちはってやって、今日何について話したらいいですかって始まったら多分できるんだと思うんですよ、皆さん。確かに時間ね、みんな90分、そう、50人にこう朝から晩までずっとやってたらそれはできるんですけど、現場ってすごく流動的ですし、関係性ができてる中でどうするんだっけとか、あっち立てるのこっち立たないのかってっていうあるあるに、あれがどうハマっていくのか、あのパッと通りすがりに言ってた価値観。そうですね、例えば、やらせて、いや自分の中ですごく大事にしてたものの一つっていうのが通りすがり承認ってありますよね。現場変革、あれは立ち止まらずに承認して帰る、はい、大事にしていて、物事じゃないですかね、通りすがりそうなんです。あれが、僕ですね、すごくこれは現場変革で出会った方たちにすごく学ばせてもらったなって思ったんですけど、 ある時、現場変革のみんなと一緒に飲んでた時に、組織がここに来てる人たちにみたいな人で埋め尽くされたらもっと日本は幸せになるのにねっていう話で盛り上がったんですね。僕その話を聞いてた時に僕逆のことを思ったんです。では僕は現場変革に来て、皆さんと初めてでやってこうして人となりを知って伸ばしてもらってるから、この人すごい人だなとか、まあ、自分もなんか僕今34なんです、今年34なんですけど、自分も40、50になってもこんなこと言ってる大人になりたいなって思うんだけど、初めましての場が職場だったらどうだったんだろうって、そう考えると、実は職場っていうのはいろんな人の良かれと思ってて満たされていて、その良かれと思っての流れが良くないのでぶつかるんだろうなっていうことをすごく思ったんですね。でその時に自分の中でやったのはさっきの通りすがり承認で、結局営業の個別最適がエンジニアの個別最適ではなくてデザイナーの個別最適ではない、これがそれぞれ起こっているっていうことは、これをこの人がやってる仕事がどうつながってて、この人にどうつながってるのかっていうことをちゃんとみんなが知る大切だなっていうことで、例えばですけど、営業マンが何かを受注してきましたって言った時に、ずっと僕インタビューしてたんですよ、受注した営業マンに。なんで受注できたの？この商品って、まあ、ちょっとおバカな気して、俺全然売れたことがないんだけど、なんで売れたの？みたいな話を聞いてるわけです。でそうするとメンバーは答えてくれるわけですね。いや、こういう話があって、その時にこんな話で盛り上がって、こう提案したりしてました。なるほどねっていう話をして、でそれを今度はその、商品の開発に関わったエンジニアとデザインとかに話しに行くわけです、ね。通りすがり商人で、例えば平本さんがうちのエンジニアだとしたら、いやなんかこの間さって平本がすごい夜中まで頑張って作ってたあの機能あったじゃん、あれが実は今これから流すんだけど誰々が発注してきたらしくて、この話出たんだってみたいな話をすると、なんかもうエンジニアちょっとこうクールな顔しながら、でももう確実に笑ってるんですけどあ、そうなんすかみたいな、いやあれなんか、いやでもなんか喜んでもらえたのでよかったですみたいな感じで、ここですよね、アドラーが言ってる本人が貢献した、まあ、本人はね、ただの仕事だと思ってるか自分のこだわりでやってるのかわかんないけど、本人がやっちゃったことに対して貢献されたことを引き出して、あなたのあれが貢献したんだよってこそって言っちゃうと、だいたい嫌な人はまずいないですね。褒めるって感じだと雰囲気がね、そうなんです、なんかつくつくつくするんだけど、あいつよかったって言ったから売れたんだよって言ったら嘘じゃないもんね。そうなんですよ。でそれを全体に対して毎回毎回受注報告メールっていうのを新しく始めて、全メンバーに対して送るんですけど、その時には営業メンバーだけじゃなくて、それに関わってくれた人にもありがとうっていうのを言ってみて、あとは毎週金曜日に全体の定例会があるので、全メンバーの前で改めて口頭でも受注しましたおめでとうございますっていうのをわーってやった後に、この、まあ、昨日は誰々と誰々がすごい頑張って作ってくれてて、まあ、こんな時バチバチやれながらどうするって決めてたやつなんだけど、これがこうやって評価されて、まあ、こんな風にお金を生んでるのは本当にいいなって感動しましたみたいなのをこう一言加えて、みんなの受注を順番に発表していくと、やっぱり自分の仕事の先に誰の笑顔があるのかっていうとみんな分かるようになってくるので、自然にやっぱり会話も生まれてくるんですね。そうすると何がいいかというと、通りすがり商人をそうやってずっとやってると、通りすがり報告が増えてくるんですよ。面白くって、みんななんかそういう、やっぱりね、自分の仕事のやっぱり成果を知りたいし、やっぱ気持ちがいいものだったりするので、通りすがったタイミングで言ってくるんですよね。僕、まあ、例えば、のりさんって、言われたら、のりさんちょっと、ですか、この間、のりさんが言ってた、機能あるじゃないですか、あれ今開発してるんですけど、こんな感じになるかもしれないですよね。こうなったらめちゃくちゃ面白いと思うんですよ、っていう話を、通りすがりにしてくれるんですよ。はい、それめちゃくちゃ面白いじゃん、ちょっと、できたらもうちょっと詳しく後でまた教えてよとか、ちょっと資料できたら教えてとか、
そう言っていくと、分かりましたって言って、まあ、その場でちょっとこう宿題というか、次のアクションみたいなのを一緒に話をして終わると、またその後に、いや、ちょっとできたらチェックしてもらっていいですかみたいな。でもチェックしてほしいわけじゃないんです、多分。お、これめちゃくちゃ面白いね、多分言ってほしいですから。で、まあ、送ってきてくれて、わあ、これめちゃくちゃ面白いじゃんって、だったらこういう風な売り方できるかもね、みたいなのをしてあげて、しましたねっておかしいですね。でその場でちょっとこうその売るの得意そうな営業メンバーを呼んで繋げていくんだ。そうなんですね。なるほど。どんな機能あるらしいことみたいな。わあこれいいっすねみたいな話で盛り上がるみたいな。そうなんですね。っていう感じで聞いてた3時間ぐらい。今日なんか誰のタイなんか。